眩しい。早いよ、ごめん。ごめん。
打たれるんだ。
まあ、マレーの兄ちゃんとマレーの強いですよね。オムニって、はい、駐車場入ってる名誉ってことですよね。そうですね。一番奥で行ったことないね。ダメっすよね。あのプレーですよ。あの、受け替え入ってたアスケですから、ね。うん、最初入るところもわかんなくて。ラブホテル入っちゃうから。最初まずは。あ、そうなんですか。ここに所属で。あ、優勝してるんですか。違う違う違う。ダブルオンが。新宿までちゃんと神さんいるから。ね。低い球使ったら練習してる。そう、左利き。友達、コンテンタルですよ。やばいですから。フラットで。運動会。運動会。どこの OB ですか？知らない。いや、あなた。あ、です。あれ知ってる？はい。運動会。5ぐらい。運動会。くっそ。これ食べてもらったよ。あ、大輝、あれ大輝。今度大輝2人いる2人優勝した今度大輝いやなくてこっちじゃない方ですあ、もっと上じゃなくて2回優勝した2回優勝したのは今度大輝4回優勝したのは2回優勝したのは俺らが言ってるのは30歳ぐらいのところだからほら鈴木孝さんとかあーそっちの方に2人いるんだよそっちの年代あっちの近藤さんは広木でしょ広木はいはいはい大勢って多分いやー、1150
ジャンピングオアハンド。ああ。この間さ、入って、はい。ここそこにあれなのよ。何ですか ?3 球で全部してもらえた。1、3、3、4、サーブ打ってリターン返して終わり。サーブ打たれる。返して、打たれる。でも福井さんだったんですよ。おっ、すげえ。これじゃないです。あれ3人ぐらい。
なんてスマート。サーフトフォアイットスマート。うまいわそれは。ごめん。全く動いてなかった。ガタイがワールドクラス。テニスのガタイじゃない。繊細。繊細です。全然大味じゃない。日に日に繊細になってたんですよ。日に日にダブルやってるから繊細になって。すごい痩せたんでしょ。すげえ痩せました。すごいよ、20キロ出せなくて。すげえ、うぇーい。みんな6回も入ってる。吉川の吉川が。細町さんのボディビルだったんだよ。吉川君元気してんの？すいません。最初1個でスコラありますから。集中したんじゃない？大丈夫です。通常時増えるときはもっと増える。30ぐらい。あれ？どっちがやったら？え？どっちがやるの？大丈夫3分。え？寿司屋のちっちゃいからいけるんですけど。ちっちゃい。20いったらもう。Thank you.
そう、そう、本当にさ、2セット目で飛ばして、あ、剣のタイム後ろから来ました。後に下がって、俺が3番目に乗る。その形が違う。油だから。どっちでやられちゃう。どうしよう。どうしよう。とりあえず。オッケー。バコられたね。なんか打たれた。あれ？動いてない。じゃあ俺もその形で。これはまたちょっと待って。あ、ごめん。本当ですよ。今風ない。服部大臣で最近若者の心深いかな。すげえな。すげえな。無駄に動かない方がいいですか？怖いし。見て、こんな音するの？すばらしい。はい、大事にしましたからね。パパン。一回その面になる。これも三時から。見えすぎて俺の体で何もできない。止まっていい。止まっていいと思っちゃう。アドサイが始める。どんどん強くなったら。おわさいは。おわさいは地味だとですね。目痛い。その方が全然強いし。連れてきてる。はい。
キリでそう、シャンダーボールシャンダーボールねシャンダーボールあ、キルモールそう、いいよ鳥か鳥いや、あそこまではいかないなんか、そのモーションのモールとスモールの間にちょうど間で地味口ってのがあるあ、あるねそこから遠いところにあ、あれをそっち側に入ってるはい長い近いっすめっちゃ近いじゃんめっちゃ近いじゃん俺は鎌倉もともとね、実際住んでるから首中だったんですよはいはいしかもしかもあ、そうだよ、ね、あの辺はいだ首中あいつ首中なのもともと首沼で確かに大高校で大高校に移ったあ、そうだな首中だったんだ23犠牲にできないと首中すごい不安この1日そうっすねあそこってメイチューなんであ、はいこれこれこれ決まる前に喋ったからちょっとごめん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 おいおいそこは厳しいそこは厳しいちゃう。後輩なんで。一緒になるんじゃないの？まあ違う。あもう多分どこ飛ばされてないかそもそもそんな強くないガチじゃないいや、結構やろうと思います。やっと勝ちましたよ。あ、そうです。まあでも地方は暑いし、まあ、暑いし、暑いし。眩しくても。眩しくて眩しくて。でもすぐいなくなっちゃうね。いや、いなくなったら。電話っぽいってやると、全然動かないですよ。でも、山本行ってるとロストしました。どこ行った？今度は。ニューボールですか？ニューボール。はいはいはい。
サーブって、メイビーなんか作る。全国大会はベスト8で、長田浩輝君が出るのか、長田真央さんが絶対出ないといけないので、それでまあ、初戦結構強いところで、西井馬君とかがいるので、やばいですね、練習が。そういう時間で、でも、なんか、そしたら、3ゲーム率で回すみたいな、トーナメントで、そうなんですよ、ね。あれでしょ、あの、なんだっけ、ミューロクロがやってるような感じもらってしまう。そう、そうそう、OK プラスみたいな。それになっちゃって、もう、マオさん出てるんで、島田ママが出てるから、1ゲーム取れないんで、もう負けていく。だから、その前までは1回戦、2回戦、1回戦、レシピってだけど、まあ、ダメだったんですよ。この子から結構ロビットもいいんですけど、あれでも一緒高いです。黒人の時の1万5000円参加費用の組み上げどこで一番のものです。で、でも結構パーセントだったりしてるし、景品もビンゴ大会もで、それで優勝すると今度ハワイ大会で、いや、ハワイ大会はないんで、ハワイ行けるのはハワイに行けるんです。おぉ、ハワイに行けるプラスも OK やら、アドサイさんマジで OK とか、もうすごい何万円ぐらいでもらってんのかな。あー、はいはい、見えない、あれ見えないですね。誰がいいの、どこがいいの、ここはそれこそ強いですよ。俺は、あそこも終わった。あの方が来てるんじゃないですか。終わった。発動圏内で演奏一緒かな。いや、俺はだってな。俺はずっと連載で白子行きたいよ。甘栗ラーメン行ってるんじゃないですか。おまくろ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 。あれか、白子フェス。でも、ギターだと来るじゃん。だから、何回戦でだよ。まあ、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 まあ
このさ、若者を生み出すかってダメだよね。花子供を生み出してボール変えますね。やっちゃったんすか。ゆうたろうに設定しまった。とうとう。とうとう。始めた。しょうがないっすよ。え、ゆうたろうって足が来る。来る。どうしますかって言ってるけど。でも俺、LINE 分かんないんだよ。せっかくついくらいの Facebook のあのなんか、あれ作ったら。もう使わなくなるじゃないですか。いやいやいや、こっち使う。こっち。俺、使い方分かんないからね。かっこいい、ね。簡単っすよ、今の。ライン使い方わかんない。でもそれ言ったら大学生でだらけ使ってる。会社系するより簡単ですよ。本当？絶対ラインだもん。ちょっと待って、ライン難しい。会社系の方が難しいですよ。怖い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 。怖い怖い怖い。もうちょっと俺修行しとくか、ちょっとやり方分かったら、ね、今なんかただサーブいじらないですよ、それ確かに。早打ちは何やってんの。イエーイ。人口続けるってすごい。マジか。どうしますかっていうのを言うたのかどうしますか。どうしますか。ラインで。でもラインわかんない。ラインで。いやでもガッパッパだ。全日本のジュニアの人はマジで運ゲーと運ゲーですな。僕らだって。僕らもだって。決勝だよ。何ですか。最高にね。そうなの。よし、そこまでいければ。ここで、多分、こっちが取るんじゃないの。
の気味は相手だってちょっと分かんない。気づかないうちにちょっと見つけたりしてる。上手に受け身取ったらしいんだけど、自分の中で自分ではダメだよ、このせいで。完璧で絶対そうだよね。気持ち悪いし、働きに行けない。ドエムとかに行っちゃう。確かにね。勝ったね。あれ